猪苗代湖リサーチ TV です。この番組は毎週猪苗代湖に出られてとっても詳しいアソコス図長さんと最近の猪苗代湖についてお伝えする番組となっております。図長さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は8月8日、今日も1日猪苗代湖で釣りをされて、今日はどうでしたでしょうか。はい、相変わらずのた打ち回って、一応線虫全員キャッチできて、最大、まあ、測ってないんですけど40弱ぐらいまではなんとか取れたんですが、ちょっとやりたい場所がちょっと雷でできなくて、昼からすごかったですよね。そうですね、雨も強かったですし、はい、それでまあ午前中からそこやれたらもしかしたらっていうのもあったんですが、ちょっとしたハプニングもありまして その対応でちょっといけなかったっていうのもあります。今日のあの一緒に釣りをされてた方っていうのは関西からいらっしゃってた3人の方、はい、みたいですね。そうです、琵琶湖ホームとされてる方で、はい、で毎年来られてて、それで、まあ、4日間の日程で1日目猪苗代湖で、3日目から、2日目から4日目が、はい、桧原湖、はい、で楽しまれてますね。いいですね、そういうなんか地方の方というか遠くの方にいらしていただけるのも、はい、しかも毎年来ていただけるなんて。そうですね、まあ、釣れないとちょっと来年は感じになっちゃうから、ね、責任重大っちゃ重大です。それもそうですね、うん、まあ釣果だけじゃなくてね、あのロケーションだったり、うん、あのいろんな楽しみ方ありますのでね、はい、それもまあ福島県の魅力かなと思います、うん、なるほど。今日釣りをされたエリアっていうのはどのあたり、はい、エリアとしては、とりあえず午前中は、ちょっとハプニング対応で南だけ、ざっくり流してきました、うん、この近くですね、はい、船塚湖、うん、清少ヶ浜、あと鬼沼、今いるエムズの桟橋がこの辺りですね。ここですね、うん、秋山浜っていうところですね。この近場だけをとりあえず欄干してって、それでまあで、その後ハプニングがなんとか落ち着いて、北に向かって落ち着いたの何時ぐらいですか。何時、12時過ぎに落ち着いて、でまあその後また準備して1時スタートぐらいになりました。ハプニングって聞いた話によると、はい、リールを忘れられて、はい、しなみまで買いに行かれたっていう。そうなんですよ。すごいですね。はい、ね、だいぶ奮発していただいたみたいで、うん、地元にお金を落としていただいてはい、まあそんなことがありました。で合流してから向かったのが長瀬川の河口ですね。猪苗代湖で一番大きなインレットで、浦磐梯からの流入河川でもあります。結構ここすぐ休止になってるエリアですよね。そうですね、夏によくされてる、はい、うん、夏秋のポイントですね。まあベイトもよくたまるっていうので、はい、結構先週もだいぶ先端になってまして、はい、ああそうですか、はい、猪苗代湖でも先端ができるエリアっていうのができるエリアですね。なるほど、まあ裏磐梯からのおこぼれをみんな狙ってるのかなっていうみんな狙われるエリアですね。そうですね、はい、まあ魚もすごく多いエリアなんでね、はい、でその後に、白浜のブレイクですね、はい、寄って、その頃に雷が鳴り始めて、でちなみにうぐいいっぱい釣ってますこの辺で雷が鳴り始めて、ちょっと一旦戻りましょうということで戻って、でこの赤崎の南側のストレッチですかね、ここをざっくり流して豆ポロポロと、うん、その40センチ弱の、はい、ポロと釣って。釣り方はどんな釣り方ですか。まあショアライン流していく感じで、はい、釣れたのがダウンショット、ジグヘッド、あとキャロ、うん、その辺ですね。全部底系です、まあ、ボトムだったり、あとは着底前に食ってるような、浮いてるのもいたんで、はい、結構バラバラでした、はい、これやってる間に雷また来てしまって、はい、すぐ戻って、はい、で待機してたんですが、ちょっと時間までに収まらなくて終わってしまったっていう。なるほど、そういう一日でした。トピック一つ目、夏本格化。はい、スポーニングも、もう9割以上終わって、まあ、シャロー流してるとネストも単発で見つけたりはするんですが、うん、たまにありますよね、はい、うん、まだ差し戻しっていうやつなのか。そうですね、はい、遅れて、ね、はい、晩婚化なんですかね、まあ人間と同じかもしれないですね。近頃の男性はあんまりこう肉食ではないという話もありますけど、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、ちらほらまだ8月入ってからもネストもあるんですが、はい、まあ、サイズもだいぶ落ちてきたんで、はい、本当に夏のエリアで、狙った方が大きい魚は、うん、
狙えるかなと思います。もう今日の天気は、まあ、ちょっと夏とは言い難いかもしれないですけど、はい、もうずっと本当に毎日のように雨が続いてて、はい、でそれがまあ一旦ちょっと明けて、まあ、晴れ間が見えるようになって、ちょっといよいよ夏パターンかなと思ったら、いきなりこう今日みたいな日が急に出たり。猪苗代湖の状況としては、はい、やっぱりもう狙う場所はもうほとんど夏のディープっていう感じなんですか？夏のシャローっていうのもあるんですよ。ああ、なるほど。あのディープに縛られちゃうと結局それがダメだった時に、シャローでもスポーニングのシャローっていうよりは餌絡みのシャローですね。なるほど。そういうところがあの例えば曇ったり風吹いたりして、魚が刺してくる、ところになってきます。なるほど。まあ、ベイトっていうと結構猪苗代湖だと、まあ、おかっぱりとかでやっててもそうですけど、はい、至る所に、ね、ベイトは豊富なんで、はいはい、いっぱいいます、ね、なかなかこう絞り込む要素にはなりづらいのかなって僕なんかは思うんですけど、はい、それで風が必要なんで。あ、なるほど、そうですね、はい、やっぱこうウィンディーサイドっていうか風が当たる面、魚も押し寄せられてっていうことで。そうですね、風当たる面だったり、あとは風が巻く場所だったり。あ、なるほど。その逆に岬なんかでは風を嫌う魚もいたりして、風が当たってない方でよく釣れたりすることもあります。ちょっとなんか水温とかは、はい、僕さっきウェディングしてたんですけど、はい、なんか7月より若干冷たくなってるような気もしないで。下がりましたね。下がりましたね。長雨とあと今日の雨とで、なんかあれおかしいなと思ったんですけど、やっぱりこう、ね、夏で水温が基本的には高いとはいえ、ここから下がるとちょっと活性ってやっぱり落ちちゃいますよ、ね。水温が下がったなりの釣りを、まあ、すればいいだけなんですけど、少しスピードを遅くしてとか、遅くしたり逆に速くしてリアクションを狙ったり。で今日もあのやったんですけど、夏秋の、まあ、釣りですね、釣り方、まあ、ブレイク、まあ、フラットでも、まあ、魚もいるんですけど、それよりはまあブレイクについた魚の方が狙いやすいかなと思います。でこれ船に2人か3人まあ乗ってると、上手ですね。あ、そうですか。ありがとうございます。なんか分かりシンプルで分かりやすいですね。で実は本命の魚ってブレイクのショルダーもしくはちょっと下にこういう感じで待ち伏せしてるんですね。はい、こういうとこなんか中途半端なとこにはあんまりいない。あ、いる場合もあります。これがここにいたりここにいたりっていうのはありえるんですけど、はい、どっちかっていうとただダラダラ続いたブレイクよりはちょっと変化がある場所、はい、なるほど。ショルダーだったり、例えばこの途中に岩があったりすればそういうところにつく場合もあります、はい、でこの下の群れはこれウグイです。ウグイでこれをウグイの群れこんないるんですか。いっぱいいますよ。本当に魚探の画面真っ黒になるぐらいいます。すごいですね。まあワカサギも周りにいたりするんですけど、まあウグイがだいたい多いですね、はい、で前の操船者、今ウルトレックスっていういいあのエレキもあるんですが、高いやつ、ちょっとそれはまだ自分持ってないので、はい、これ踏みながら、あ、風はこの方向ですね、はい、波のこの方向ですね、はい、でここに直撃します。はい、メタルジグですね。ホプキンスだったり、あとはわさびが多いですかね、はいはい、1オンスぐらいのやつ。いや、そこまで重くないです。あ、そうですか。10g、はい、14g ぐらいで全然いいです、はい、でこれ実はボトムまで落としちゃうと、はい、ニゴイが食っちゃうんですよ。ニゴイってなんかそこにべったりいるイメージですよね。そうですね。でニゴイかけると結構バーレしちゃうって、あ、この辺の本命がなかなか来ない可能性があるので、実はウグイの群れを直撃して、はい、ボトムから必ず浮かせて、はい、でこの群れが散ったりすると実は これにスイッチ入るんですよ。あ、はい、そうなんですね、はい、うん、なんで自分がウグイ釣った後に、はい、同戦車がポロって40、50っていうのを釣ることが結構あるので、はい、やっぱこう、まあ、この距離でも結構見てたりしますからね。しますね。透明度が高いんで、スモールってすごく目がいいと思うんで、はい、でやっぱりこのエリアって一緒なんですよ。やっぱ水が良くて餌があってっていう、そういうエリアをこれから好んでいくので、うん、結構エリアが被るっていうのがすごく多いと思います。ただいるレンジがちょっと違うとか、はい、そういうのはあるので、はい、ちょっとその辺うまく。これは濁い濁いの可能性が高いですね。はい、ボトムやっちゃうとこれが結構くるんで、浮かせてちょっとウグイだけを釣ってここにスイッチ入れてあげる方がいいかなと思います、はい、でよくあのウグイ釣れたからそのパターンは外れたって判断しちゃう人が結構多いんですけど、はい、
うぐいの近くには大きいのいるのでこれチャンスだと思った方がいいですね。これから、はい、あの8月中旬にかけて結構天候も、はい、あの回復してきて、はい、本当に夏らしくなると思うんですけど、はい、そういう時にこう狙う釣り方とか、はい、やりたい方法なんかあれば、はいはい、そうですね、夏、まあ、夏だからというか、あとあの、まあ、晴れた日に太陽出て、まあ、曇った日でもまあそうなんですけど、まあ、自分が気にしてるのはなるべくそのポイントに影を落とさないっていうことです、はい、ええ、なんであの反時計回りに回ることが多いんですよ。あ、この光全体をですか。はい、はい、例えばスタートして、はい、太陽が東から差しますよね。あ、そうですね、ええ、はい、なんで、自分の影が沖に映るようにこういう感じで回ってって、はい、で午後になると今度こっちから、はい、ええ、照らされるのでこっち回りで影を落とさないように、あと結構赤崎とかシェードできるのでそういうところに魚が結構入ってきますので、はい、なるほど、ええ、そんなことまで、はい、そんなことまでってあれですけど、ええ、僕なんか全然想像しないようなことまで、ええ、糸とかはまだ考えますけど、ええ、ボートの影まで、影、そうですね、まあ、気にしないっていう方もいるんですけど、自分はずっと渓流釣りやってたので、なるほど、やっぱ人影映さないっていう、あと足音とか、ええ、その辺結構気にするタイプなんで、こういう感じでいつも回ってます、ね、ええ、あとその時の風によって、はい、まだ回る方向も変わったりもするんですけどね、はい、そうですね、ええ、まあ、朝はだいたいそんなにめちゃくちゃ風が吹くっていうことは少ないですけど、そうですね、午後になったらやっぱり強くなってくることが多いんで、風の向きも猪苗代湖ってバラバラですし、ね、そうですね、ただ基本的に北西風か南東風しか吹かないので、この風吹いたらこうするっていうシミュレーションを常にしておけば、なるほど、はい、やりやすいかなと思います。わかりましたじゃあトピック2つ目、猪苗代湖大増水。はい長い梅雨、長い雨で、水がだいぶ増えました、先週。そうですね、かなり増えましたよね、はい、今我々がいる場所 もう完全に水没してしまって、このエムズさんのブログにも上がってますけど、はい、この桟橋自体がもう冠水して水没してしまったようなこともあったようで、はい、こんなのは結構あるんですか、こういうことっていうのは。いや、今までなかったですね。今の水位が満水時の通常の水位になっているので、これより増えるっていうのは本当に稀で、やっぱこう調整はできないんですか、琵琶湖みたいにこう放水量を多くしてみたいな、それにも限界があって増えてしまうってことですか、ね、そうですね、抜く水よりも入ってくる水が多かったっていう状況ですね。ただ先週の時点ではその満水にもかかわらずこの上古水門は閉じてたんですね、ちょっとそれ期待して、その水の動きを期待して朝一選手向かったんですが、不発に終わっちゃいました。 あとはこのテトラ隊結構おかっぱりの方が、ね、そうですね、いるので、ね、ここ、まあ、有名な結構見晴らしがいいところで、そうですね、足場もいいですからね、観光とか、まあ、福島の方が来られてたりしますけど、ね、はい、で、まあ、そこがダメで、で先週その増水を狙って冠水植物系ですね、あ、まあ、湖全体の、はい、まあ、シャローをひたすら巻きまくって撃沈しましたまあそういうこともあるっていうことで、はい、多分まあ増水したからこうシャローのストラクチャーが冠水して、そこにまあ上がってきてたらいいなっていう読みだったんです、ね、で先々週がそのシャローがすごく良かったんで、その余韻に浸ってまたシャローやっちゃったっていう。あ、なるほどまあ天候も激しいし水温の変化も多分激しいから、魚の付け場がもうコロコロ毎日のように変わって、変わりますね、毎週出られててもそういう風にこう見失うってしまうこともたまにはある、はい、そうだよね、なるほど、あとは経験に振り回されるっていう、こういうことあったからこっち行こうと思ったら今日はそうじゃないみたいな、はい、そうですね、まあ悩む遊びなんでね、あ、まあ、それも含めて楽しいっていう。そうですね、だって魚が欲しいだけだったら近所のスーパーに行けばね、売ってますからね、美味しいやつがね、まあ、そうですね、カナダ鯉はなかなか見ないそうですね、楽しく悩んでます悩むのもまあ楽しいですね。そうですね、フィールド情報です。では最近メインにされてる、はい、まあ、先ほども、はい、まあ、今日のお話とかで結構いただいた内容だったんですけども、はい、最近よく、釣りをされてるポイントなんかあれば教えてください、はい、そうですね、まあ最近というか、まあ、夏のセオリーとしてやっぱりこの長瀬川河口の、
ちょっとブレイク絡みですね。だったり、この辺はおかっぱりからも狙えそうですよね。いや、まず入れないですね。あ、そうですか。この辺は、入れないし、あとは道が狭いんで、あ、そうですね、車が止めれないですよね。ちょっと迷惑駐車の恐れもあるので、あの船を借りてここまで行っていただければ、まあ、湖横断っていう感じ。はい、で、あとはそうですね、この長浜のストレッチですかね。ちょうど遊覧船桟橋から岬の張り出しにかけてのオロタ、結構大きな石が入ってたりしますよね。はい、そうですね、はい、で、あとはそうですね、中田のこの張り出しのこの実は岬結構沖まで張り出してるんですよ。そこに結構いいやつがつくこともあります。なるほど。あとは夏の定番といえば赤崎ですかね。じゃあ、古流が結構ぶつかるところで、はい、ダイバーの方も捕まってないとちょっと流されるぐらいの古流になります。じゃあ相当流れてるんですね。そうですね。使われてる釣り方とかリグとかルアーなんかはどういうやり方ですか。はい、夏の傾向としては、はい、やっぱりそれディープに落ちるっていうか、はい、ブレイク絡みの釣りになるので、はい、あのフットボール、あとはキャロですか、ね。フットボール大体重さはどれぐらいですか。8分の3と2分の1があれば、まあ、こと足りると思います。まあ、2つを、まあ、水深だったり、はい、底の感じとか、はい、まあ、2分の1で引っかかりやすいなとか思ったら、8分の3に落としたりとかっていう感じですね。トレーラーをデカくしたりとか、はい、あとあのリアクション狙うときは2分の1にして、もうちょっとじっくり見せるっていうときは8分の3、で、食ってくるのってフォールしてるときと着底してフレアするときなんで、そうなんですね。はい、こう跳ねさせてる時とかは、そういう時に、まあ、パーって来るやつも、まあ、いることはいるんですけど、そうそう乗らないっていうか。そうなんです、ね。10メーターまで落とすと多分うぐいラッシュになると思います。はい、そういうのもあるんです、ね。はい、まあ、フットボールキャロでやるとすれば4メーターから8メーターですね。まあ、それより浅いところだったら巻いちゃった方がいいと思います。巻く時はルアーはどういうやつを。IGKだったりシャットテール、あとは風があれば好きな部なんかもいいですね。バイブレーションとかはあんま使わないですか。当たってはきますけど乗らないんですよ、ね。ああ、そうですか。結構そういうことが多い気がしますね、僕も。で、やっぱ餌もやっぱうぐいメインなんで、スリム系のルアーが、あの平たいやつよりは、はい、こうな細長い感じのシルエットの方が食いやすいっていう。そうですね。なるほど。最後のコーナーで、今日のフィッシュ、今日のフィッシュ、まあ、今日のフィッシュ、まあ、あの最近釣れた一番いい魚お話しいただく、はい、コーナーです、はい。2週間前ですね、あのちょっと増水し始めた時に、あのシャローでスピナベ、はい、ごめん、いただいちゃった。でかめちゃでけえじゃん。ちょっとは、なるほど。まくって、まあネストもあったんですけど、やっぱそういうのはもう拾わず、ひたすら巻きまくって、はい、それで、まあ、1本ちょっと北のエリアのシャローで、はい、出ました。水深1メーターぐらいだったんです。2週間前ですから7月後半ですね。そうですね天候はどんな感じの日でしたか。天候は蒸し暑くて曇りで、たまにパラパラ雨っていういい感じですね、はい、最高の、はい、で東の弱風、最高ですね。最高でした。もうこれ巻くしかないって50はなかったんですけど、それが48。素晴らしいですね。ただすごい派手な出方したんで、ね、気持ちよかったです。でこの時期の魚はすごい引きますしね。引きますね、本当回復してるんでね。暴力的な引きを暴れ回って上がってきますから、はい、一応ライン12ポンドだったんですけど、ドラグ使いました。ですよね、はい、今日は第1回目猪苗代湖リサーチ TV、場所はここ、エムズボート、エムズレンタルボート桟橋よりお伝えしました。こんな感じのシチュエーションです。大変いいところですよね。そうですね、で猪苗代湖で唯一のレンタル屋さんなんでね、ぜひ、はい、はい、マイボートがなくても楽しく遊べます、はい、で教えてくださる方もいます、はい、まあ、都合が合えば一緒に、ね、ご一緒して遊ぶこともできますので、はい、大体1ヶ月に1回やりたいと思ってます、まあ、気が向いたらってことですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。